またナルトー駅に来ております。もはや大回りでは定番の駅だね。総武本線と東金線が絶妙な位置で交わるため、そんなに有名な駅ではないですが、大回り的に使い勝手の良い駅になってます。で、今日は千葉を代表する特急に乗るんだっけ？ですです、乗っちゃいますよ。千葉の普通列車といえばこの黄色と青の帯をまとった209系、元京浜東北線の車両ですね。奥の方にも止まってるね。一応あれに乗ってもよかったんですが、せっかくだし特急に乗っちゃいましょうか。贅沢だねー。やってきましたのは255系、三つ目の特急です。顔が今は夏特急スーパー10踊り子251系に似てますね。これも黄色と青の特急が、千葉のイメージカラーってそれなのかな。パシフィックオーシャンブルーとサニーイエローのカラーリングです。日立 IGBT が用いられています。元は373系などに使われる東芝 GTO でしたが、2015年前後に機器更新が行われました。から走ってるんですよね。だからボロいです。あからさまな通線などやボコボコの床。座席紹介、あれテーブルは、テーブルがないとか特急失格でしょ。落ち着いてください。はい、ここにあるんですよ。ぐいっと引き出してで、こうですね。背面テーブルがないのでこの広さでやりくりする必要があります。パソコンなんて置けないね。しかしお弁当は置けます。というわけでドン、崎陽軒の横浜チャーハン弁当です。660円と駅弁にしてはかなり安いです。美味しそうな雰囲気ある。ですよねー。問題はこれを千葉県で食べるのはデカヒか。大回りだと千葉で神奈川の弁当をあげる、みたいな芸当ができるってわけかな。はい、でもこれ確か東京駅で買った記憶がありますけどね。東京でも買えるんだ。お、オープンしてる。美味しそう。千葉で食べる横浜発祥のお弁当。エビが乗ったチャーハンです。255系とみじんも関係ない内容になりつつありますが、とにかくいただきます。弁当向けに仕上げられたチャーハンだね。では早速。お、やっぱりいいですね。千葉で横浜のお弁当を食べる背徳感がチャーハンの風味豊かさへのスパイスとなって、お、実は引退が迫る E217 系ですが、この255系はそれよりも1年先輩なんですよ。この特急も引退するんじゃない？それがですね、特に引退の予定もなくまだまだ残っているんですよ。しばらくは安泰なんだろうけど、すでにちょっとボロボロだからね。座席紹介、帽子掛けだね。ここに帽子をかける人って最近いるのかな。網棚は割とがっちりした作りのもの。ガラス張り。足元にはフットレストもどきがあります。フットレストというか鉄パイプだね。そして背面テーブルはない代わりにインアームテーブルが収納されています。言われないと気づかなさそう。もちろんちゃんとリクライニングもついてます。そこら辺はきちんと特急してるね。座席はフリーストップのブラインド式。カーテンじゃないね。最近の特急らしい仕様です。でこれ、枕部分は結構ふかふかなんです。おお、言われてみればなんかちょっと枕の部分が出っ張ってる気がする。座り心地はだいぶいい感じですね。座席に薄さはなくがっちりしてるもんね。ただ、肘掛けがないのでそこは妥協するか、エア肘掛けを用いるか。エア肘掛けって何？間もなく桜に到着。
列車は時速90キロ程度で運転をし続けています。停車直前だからかなーって思ったけど、特にそうでもなく時速90キロをキープしてるね。ちょうど向こうにも255系が止まっていました。実は255系は5編成しかいないんですよ。同じく暴走特急の E257 系500番台は現在16編成いるので、ちょっとレアかも。そう言われると珍しい気が。側面に10のマーク、突然ヘンリーを起こした草みたい。多分モチーフは波です。桜から千葉にかけてはそこそこ飛ばします。やっぱり都心部に行くにつれて速くなるね。ここら辺からは本数も増え、高速運転に向いた雰囲気になってきます。余談なんですが、この255系って JR 東日本の車両の中では初めて VVVF インバータが用いられたっていう車両なんですよね。そうした意味では JR 東日本の特急に革命を巻き起こしたってわけね。ですです。今では珍しくないインバータ制御ですが、当時は GTO インバータを積んだ京浜東北線209系が走り始めた頃、 JR 東日本の特急では初めてなんだ。ですが、グリーン車の豪華さが微妙になったのもこの時期からな気がします。255系より約4年前にデビューした651系のグリーン車は2プラス1配置だったのですが、この255系はグリーン車でも2プラス2列配置な上に普通車と大差がないと微妙な評判が立ってるんだ。ゆくゆくは双方のグリーン車に乗れたらいいなと思っております。さて、ゴミ捨てついでに車内設備などの紹介に移りましょうか。車内には荷物棚があります。サーフィンの板とか置けるね。外ボールってサーフィンができる場所いっぱいあるみたいだもんね。これはトイレです。随分重厚感のあるトイレだね。だいぶ暗いタイプのトイレだ。じゃあさっと入っていきましょう。実際にとっておき系のタイプ。室内も暗いな。しっかり魔法を使わない。あんに魔法を使わないでください。ま、そんなに広くはないのですが、最低限の設備は兼ね備えています。例えば手を洗う場所、それにセンサーで流すタイプのもの。どうしても狭いところで手を洗いたくないって人は、トイレを出てすぐの洗面所をご利用ください。ちゃんと石鹸もあるみたいだね。ホテルとかに置いてありそうですよね。昔ながらの石鹸。温度調節のつまみもあるね。いじっていいものかはわかりませんけどね。水はかざせば出るタイプです。千葉を出ると列車は総武快速線へ。横須賀線の車両だ。ここは幕張車両センターでしょうか。千葉の車両が勢ぞろいです。房総地区を走る209系もうじゃうじゃ。やっぱりボロボロになってきているなぁ。 E131 黄色い総武線各駅停車もいます。秋葉原とかに行くやつ。今回降りる予定の錦糸町まで並走します。千葉の次は錦糸町です。船橋も津田沼も飛ばしますよ。潮騒10号はその間25分ノンストップみたいです。すごいすごい。ただ、本数の多い区間なので、早いかと言われると今更ですが、651系にもこの時計ありましたよね。あったね。最近特急にこれがなくなってきたのは携帯電話の普及によるものなのでしょうか。車窓が一気に都会っぽくなったね。もうあと10分くらいで錦糸町に到着です。というわけで錦糸町到着。着いちゃったね。幕式から3色 LED に換装された側面幕もよく見たらへたってるのがわかるね。というわけで今回は255系に乗ったというものでした。なんだかんだ快適だったね。 JR 初期の特急スタイルを感じられる車両となっておりますので、気が向いたら短期間でも乗ってみたいね。ですね。それでは本日はここまで。また次も見てね。バイバイ。ニワマヨサムヤアナザマザーズ第9
1928は、アラブ首長国連邦。命令卓球しようよ。かつて日本ではヤクザが憎しまってなかに。Ready。味噌汁。40分だ、連鎖目だよ。